で、タイプ5人のポイント5、はい、ウイングを考慮に入れてないと、うん、タイプを混同することがあるよと、うんうん、特定の状況下、うん、例えばある人のウイングは基本のタイプよりもはっきり出ることがあると、うんうん、私たちのウイングについての理解に従えば、うん、消去法によって、うん、その人がどのタイプであるかを割り出すことができる、うん、例えばある人が絶対タイプ3ではなさそうなのだが、うん、タイプ3の要素を持っていたとする、うんうん、これはつまりその人がタイプ3のウイングを持っているか、うん、あるいは分裂に進んだタイプ6、うん、もしくは統合に進んだタイプ9であるということであると、うんうん、もし高度に統合されていたり、うん、ひどく分裂しているのでないことがはっきりしていれば、うん、その人はおそらく3のウイングを持っている、うんうんうん、したがって本来のタイプは2か4かということになると、うんうんうん、3のウイングを持つタイプには、うん、ウイングにめったに支配されないのに対し、うんうん、3のウイングを持つタイプ4には、うんうん、ウイングの影響が強く作用しやすい。ちょっとこれ面白いですね、うんうん、というのはタイプ4は社会的に引きこもるタイプだからであると、うんうんうん、したがって特定の社会状況においては、うん、3のウイングを持つタイプ4は、うんうん、タイプ4というよりタイプ3のように見えやすい、うんうんうん、したがってこの場合3のウイングを持つタイプ4という診断が、うんうん、とりあえず的を射ていると思われると、うんうん、これはさらに証拠を集めてもちろん確認する必要はあるねと、うんうんうん、原則はウイングの影響に注意しようと、うんうん、なぜならそれによって特定の診断を排除できるし、うん、他の可能性も示唆してくれるからであると、うんうんうん、ウイングが出やすい、ウイングが出やすい、ウイングを考慮する。だからまずあれってこと、統合分裂を考えましょうってことですよね。明らかにこの人健全度低いなとか高いな、はいはい、そうですねっていう感じで3に見えたりとかするのであれば、はい、そっちの可能性があるけど、はい、そうは明らかに低いとか高いとかじゃない場合はウイングの3が出てるんじゃないかってことですよね。このね誰が考えたかって話ですよ。エニアグラムは理想さんよくできてますよね本当に、うんうん、これがなんかねないないと思いながら、うんうん、面白い面白い、はい、僕のウイングって何なんですかね。僕健全なんですかね。いや健全度ってどうやって測るんですか。健全度で出てくる、まあ、っていう反応が出てくるんですよ。健全度ってなんだよって。だからあの 6と3で迷ってるわけじゃないですか今は。そうすると、はい、6の健全度を全部見ていったらいいんじゃないですか。と 6と3の健全度。なるほど。で、まあ、大体通常にいるじゃないですか。エニアグラムの通常っていうのは、うん、4から6の段階ですね。4から6、はい、なので4から6ぐらいをこう見とけば、はい、なんとなくどっちが当てはまるみたいな。なるほど、うん、で自分がの健全度が分かるよ、うん、自分の健全度が。でじゃあ自分の健全度が一番素の時に、うん、あなるほど、うん、自分の健全度が一番素の時に、うんうんうん、どんな行動をしているかっていうことですね。どんな行動をしているかっていうその行動が、うんうん、ウイングが出ることが多いよっていうこと、うん、理解的にはウイングはそれとは別って話じゃないですか。健全度が下がってくると、はい、分裂の方向の特徴が出てきますよって話ですよね、はい、まずあそっかそっか、うん、それでまず、うんで3っぽく見えてる自分が3だとすると、はい、健全度が低くて3っぽく見えてるのか、はい、健全度が低くない時でも3っぽく見えてるのかみたいな、はい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 、っていう健全度が上がった時に3っぽく見えてるんだったら多分9だしみたいな。本当わかんないだからそういう多分 トータルで見る感じですかね。エニアグラムこれがねこれが難しいんですよね、うん、そうで、次はじゃあ6、はい、うん、私たちは全種類の性格のタイプに接する機会が限られているせいで、うんうんうん、一部のタイプの取り違いを起こすかもしれない、うんうん、私たちの個人経験としては、うん、タイプ5やタイプ8やタイプ2の他の何かのタイプの人を、うん、あまり
多くは知らないということがあり得る。あ、まあ、確かに。なのでその我々ちょっとエニアグラムを学んだことがある岸さんとかが出す本だと、4とか9はその人と接するときにエニアグラムを生かしましょうの中で4と9でしたっけ、省かれてるのって。4と9だったっけな。もう分かりにくいやつはとりあえずもう 6みたいな感じで対処しましょうみたいな扱いで、9は分かりづらいっていう。そうですよね。なので分かりやすいタイプとしては、7、2、3、3、5、5、8、8、7、7、ぐらいで、あとはもう6みたいな6 で6みたいな感じで、まあ、丁寧に接しましょうみたいな、はいはい、っていう、なんであとしかもそのたとえあらゆるタイプの人物を知っていたとしても、その自分のタイプの全特性をちゃんと表している人はいない、あ、はいはい、人は複雑ですもんね。複雑ですし隠しますもんね。特にそのエニアグラムはとらわれの部分ですから、うん、悪い部分は出しませんよね。出しませんし、はい、本当にこう長年見てきて分かるっていう部分なんで、いたとしてもそんな表面的に接してる人なんか内部まで分かんないって。そうですよね。ある個人が全体を得てきたという場面は極めて稀であろうし、あらゆる範囲の特性を同時に示すっていうのはまあないだろうという話ですかね。で7、自分が診断したいと思う人物を、個人的に知ることも助けになるが、これは絶対に必要というわけではないと。多くの人々を離れたところから直接接触も持たないで診断することも可能である。彼らが自分の性格を極めてはっきりと示していたり、彼らに関する多様の情報を入手できればいいっていうのが7で挙げられています。で8、はい、異なったタイプの似たような特性を区別する最も重要な方法の一つは、行動の背後にある異なった動機を見分けることであると。異なったタイプでもほとんど同じように行動する場合があるが、動機は全く別。例えばあらゆるタイプが腹を立てるが、タイプ1の怒りは他のタイプとのどのタイプとも違うやり方で表現されるし、違う原因を持っている。表面的な行動のみを問題にしないで、動機を発見するよう努めることが肝要である。でやっぱりここを見ると、何か自分をでバンって反応したときに、まあ、自分でエニアグラムをちゃんとタイプを診断しようって思ったとき、怒ったときになんで怒ったかをちょっと反芻するのは、原因をちょっと自分で考えてみるのはいいかもしれないですね。だからまあ全ての行動の動機ですよね多分。あ、まあ、怒りだけじゃなくて、そうですね、はい、あ、そうですね。でその同じような行動をしてても、はい、タイプによって動機が全く違うみたいな。そうですね、はい。でリゾさんが言うタイプの5人のポイント9、エニアグラムに長く親しめば親しむほど、エニアグラムを使う練習をすればするほど、洞察力は鋭くなるよと。しかし結局のところ人々を診断する方法を学ぶことは、個人の特性のどれか性格のタイプの特性の何と適合するかを知ることにかかっている。したがって2つの分野を学ばなければならない。1つ目はどの特性がどのタイプに伴うかということ。2つ目はそれらの特性をいかにして個人の中に認めるかということであると。タイプごとに数百もの特性があり、しかも多くの微妙な違いを区別しなければならない。とはいえ最初の分野の方が、2番目の分野より習得しやすい。最初の分野というのはどの特性がどのタイプに伴うかっていうことですね。実のところ他人の真の行動や態度や動機を読み取るのは非常に難しい。彼らは往々にして自分自身の中の
それらのものを認めておらず、うん、あそうですよね、うんうん、ましてや他人に見分けられたいとは思っていないからここですよね、それはそうですよね、うん、真っ黒のとこですもんね、自分の、うん、お前に何が分かるんだよですよねここですよね、はいはい、ここ、うん、からなおさらであると、うん、より優れた洞察力を鋭くするのは難しいが、うん、まあ、それを磨くことによって、うん、人生においていろんな面が豊かになるから、うん、習得する価値のある技能であると、うん、リソさんは言っております、うん、まあ、他人のことは分からないけど、はい、練習になるってことですよね、まあ、やればやるほど鋭くなっていく、鋭くなっていくから価値はあるから、まあ、自分のタイプも分かりやすくなる、はい、うん、しも僕も、まあ、6だなとは思ってはいるんですけども、うん、もちろんその3だよって言ってくれた意見をありがたく受け取り、うんうんうん、話したくない輝きたいんや俺はっていう、はい、6も輝きますまあそうなの、まあ、これがねエニアグラムの面白いところ、6が輝いてないみたいなのは違うと思うんですよね。ありがとうございます。ちょっとコメントを読めなかった方、はい、申し訳ございません。次でまた紹介したいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。